じゃあアンケートの方ありがとうございます。2015年8月1日、22時3分44秒、国俊さん、吉谷社長に聞いてみたいこと。はい。借金で首が回らない状態ですと、収入を上げる方法をが知りたいですと。うん。はい。ということでいただきました。ありがとうございます。はい。まずですね、まあ、僕も思うんですけど、今年、2015年今年、今年も今8月ですけど、今年だけで自己破産した通知がですね、4通ぐらい来ました。4通。まあ、うちは塾とかスクール運営してるんですけど、まあ、その分割払いとかもやってるんですね。分割払いとかやってるんですけど、なんか弁護士さんから、紙が来て、まあ、こういう事情で自己破産になりましたと。で、その財務整理じゃないですけど、なんか書類が来て、で、こういう形ですと。で、また書類送ってくれみたいな4通ぐらい今年来ました。で、去年は2通ぐらいかな。はい。まあ、国俊さんがどれぐらいの借金があるかちょっとわからないんですけど、もうこれ1つしかなくて、多分、まあ、すみません、その額にもよると思うんですよ。で、僕がこの前、自己破産して、通知が来たんですね。で、その方は、通知でなんか債務とか債務表みたいなのがバーって出てて、でどこでいくら貸し付けというかね、借金があるのかっていう表が全部出てて、で合計金額その方1700万ぐらいありました。さすがにね、1700万レベルになると、ちょっと難しいかなとは思います。ただ返せないことはないんですよ。やり方はあるんですよ。ただあとはやるかやらないかなので、多くの人はできないと思います。まあ、やった人は知ってるんで、すごく有名な方ですね。まあ、今シンガポール行っちゃいましたけど、その方も、まあ、すごいどん底の状態からある方法を使って、一気に、お金稼いでやりましたけど、でも、あの方法が、じゃあ個人レベルで、まあ、あの人はね、めちゃめちゃマインドがすごく高いので、もう稼ぐか死ぬかぐらいなんですよ。だから、それができるんだったらそれやればいいし、多分でも普通の人じゃちょっとできないですよね。まあ、何やったかっていうと、要は今無料オプトインキャンプ、無料オプトインっていうのがあって、まあ、無料オプトインのアフリエイト報酬って、まあ、これ無料オプトインのアフリエイトやられた方だったら分かると思うんですけど、うちも無料オプトインのアフリエイトとか、走らせて、まあ、アフリエイターさんにお金を払ったりとかしてるんですね。してます。で、そのキャッシュサイクルなんですよ。キャッシュサイクル。で、キャッシュサイクルが、例えば広告費1アドレスに対して、じゃあ700円、1000円、まあ2000円払いますよみたいなキャンペーンをします。で、アフリエーターさんはそれを見て、お、700円、1000円、お、2000円も出してくれるの？じゃあ紹介するよってことで紹介してくれるんですよ。で、紹介してくれたメールアドレスに対して、まあプロダクトローンチっていう手法で塾とか、まあなんか売ったりするんですけど、それで何億とか、まあ、を作ってるんですけど、お金がなくてもあれってできるんですよ。要はアフリエイト報酬がうちの場合は3ヶ月後だったかな、4ヶ月後、うちの場合は3ヶ月後か4ヶ月後にアフリエイト報酬を払うんですよ。だからメールアドレスを先に集めて広告費は後なんですよ。わかります？もう一度言うんですけど、メールアドレスは先に集めることはできます。だけどそれは、そのお金っていうのは3ヶ月後4ヶ月後でも OK なんですよ。 OK ということは何ができるかっていうと、お金を全くかけなくてもアドレスを集めることができて、それに対してプロモーションして、それに対してセールスができるっていうことです。だから、この支払いの3ヶ月間、4ヶ月間の間に、その回収すると、広告費を回収する。で、それ以上の利益を上げるっていうようなことができれば、全く0円でも、0円は言い過ぎかな。まあ、アフリエイトセンターとかちょっと作ったりとかしないといけないので、ただ作れないんであれば、今、そのアフリエイトセンターでも、うちのアフリエイトセンターでキャンペーンしませんかみたいなのがよくあるので、もし自分でアフリエイトセンター作れないということであるならば、すでに既存のアフリエイトセンターを運営している会社さんに相談して、まあ、こういうプロモーションやりたいんですけど、お願いし、出してくれませんかみたいなのを言えばできると思います。はい。だからね、全く0円ということではないですけど、最短でその億とか数千万を稼ぐんであれば、もう僕はね、それしかないと思います。もう最速で。例えば1ヶ月はね、1ヶ月とかで1億とか数千万を作りたいんであるならば、僕はその方法しかわかんないです。
しかも元金ほとんどいない。じゃあ1億、2億、3億のお金を作るのにかかる費用って、まあ、10万、わかんないですけど、そのアフリエイトセンターを作らなければ、そのね、アフリエイトセンターのプログラムっていうのがあるんですけど、うちが利用しているのは月額1万、2万円ぐらいのアフリエイトプログラム使ってるんですね。他の会社さんが出してる。で、そこが月額2万円ぐらいですよ。だから自分でやるんだったら、まあ、うちと同じようなシステムを使うんであるならば、そのシステムを売ってる会社さんが月額2万ぐらいで出してるので、まあ、それ契約します。で、それ契約して、で、自分で作ると。ただ、でも自分で作るとなると、全くゼロの状態なので、アフリエーターさんが一人もいないんですよ。だから、自分で作るっていう方法もあるんですけど、まあ、最短でいきたいんだったら、すでにそのアフリエイトセンターを何年も運営してて、アフリエイターさんがたくさんいる媒体、ASP に相談してみるっていうのが一番いいと思います。じゃあ、使わせてもらうためにいくら払うのかと。で、うちも以前、また貸しというか、いや、こんなプロモーションやりたいので、うちのアフリエイトセンターでプロモーションしてくれませんかっていうような案件が何件かやったんですね。それは、うちのプログラム、うちのアフリエイトセンターでそれやるから、じゃあ、うちにも広告、その出すお金としてくださいよっていうことでやりました。それは、1件100円ですね。1件100円。だからうちはアフリエイトセンターを貸します。はい。アフリエイトセンターっていうプログラムっていうか、それを貸します。で、もしあなたのプロモーションで、1アドレス取れたら、まあ、700円とか800円多分払うけど、うちにも100円落としてねと。だからうちとしては全く何もせずにアフリエイトセンターを貸すだけで、まあ、その100円とか、100円とか200円とかこうもらえるわけですね。1アドレスでそのプロモーションが当たれば、まあ、そんな感じです。なんで、まあ、最短最速で本当にその数千万とか数億を狙うんであるならば、そういったプロダクトローンチっていう方法があるので、まあ、それしかないと思います。もう一気に行くんであれば。で、もし、まあでも今の話っていうのは、まあ、多分ほとんどの人できないと思います。初心者の人は。なんで、まあ、再現性があるとするならば、お金が今借金で、お金がないんで使えない状態なので、だったらですよ、お金がなくてもお金を稼げる方法を学ぶしかないわけですよ。お金がない、借金がある、お金がない状態なので、であるならばお金がなくてもお金が稼げる方法をやるしかないですね。だけど手間がかかる。だって広告費払わないんだ。広告費を払えばアクセスっていうのは集められるわけですよ。メールアドレスっていうのは集められるわけですよね。例えば、あなたが、ブログを、すみません、国俊さんが例えばブログをやってますと。で、これブログを一人でちまちまコツコツやってるとアクセス集めるの大変ですけど、例えばバナー広告が巡航広告とかメルマガ広告とか出せば一気にアクセスっていうのを集められるわけですよ。そこに出して。まあ、こんなサイトありますよっていう広告を出すじゃないですか。で、そしたら出てくるわけで。あと PPC 広告とかもありますけど、お金出せばすぐアクセスっていうのを集めることはできるんですね。だけどお金がかかると。で、あるならば、お金をかけずにやるしかないので、こう手間をかけるしかない。じゃあ一番、じゃあそのお金をかけずにアクセスを早く集めて収入にできるモデルって何かっていうと、僕が提案するのは YouTube ですね。 YouTube が今アクセスが結構集めやすい状態なので、まああと何年続くかわからないです。今ね、結構ライバルも増えてきてるので、あと何年続くかわかんないんですけど、僕が知ってる限りだと今 YouTube が一番アクセスが集めやすいので、アクセス YouTube を使ったビジネス展開をされた方がいいと思います。YouTube を使って。ですね。まあ、うちも YouTube の教材何個か出したりとかしてるので、まあ、1000円の教材、それが顔出ししない、声出ししない、それで稼ぐ方法みたいなのを、1000円の YouTube トレンド動画大辞典。はい。YouTube トレンド動画大辞典。それ1000円で出してるので、まあ、書店の本を買う YouTube で何か買ったりとか、まあ、他の情報商材1万円とか、もしくは塾が入るってお金ないと思うんで、まあ、1000円ぐらいだったら、まあ、なんだろうな、まあ、本を買うぐらいの気持ちで、学んでいただければ嬉しいかなと。別にうちの教材買わなくてもいいので、本当に1000円すらお金が払えないっていうことであるならば、立ち読みすればいいんで、立ち読みでも今結構 YouTube のマーケティングの本って結構出たりしてるので、立ち読みしてください。本当にお金かけたくないんだったら。立ち読みして本を読む、もしくはネットで調べる。ネットでいくら調べても、0円ですよね。だネットで調べるか、
立ち読みするか、これしかないです。なんで収入を上げる方法、まあ、ベストとしては僕は YouTube を使った方がいいと思うので YouTube をお勧めします。で、学ぶ方法としてはネットで調べるか本屋で立ち読み、これだと0円で学べますので、はい、以上ですね。はい、ぜひ頑張ってみてください。あ、もしできるなら最短最速でできそれがね、プロダクトローンチとかもしできるならならばもうそれです。まあ、やった人が実際いるんで、まあ、あれをやっても一気に行きましたよね。で、そのキャッシュサイクルのところですよ。本当にお金がなくても実際その人も最初はお金なかったわけですよ。だけどその方法をやって一気に行ったと、はい、ということで国俊さんね、まあ僕で、よければ、まあ、何もでも相談が乗るので、まあ、今後もメルマガとか見ていただければなと思います。はい、アンケートありがとうございます。